いません。またこちらのエリアも雲が広がりますけれども、傘は必要ないと。ただし、北陸、東海、そして関東、東北の山沿いのエリアを、内陸山沿いですね、中心に雨の可能性がありますので、傘を持つようにしてください。そして風向きによってはですね、都市部に流れ込んでくるという可能性もありますので、できれば明日はお出かけされる際、雨が降っていなくても雨具があると安心という形になっています。そして気温も見ていきますと、今日と比べるとそれほど気温は上がらない予想になっています。過ごしやすい体感になるところが多くなりそうですね。ただし沖縄では気温が上がり、雨の天気となっていきますので、熱中症などには注意するようにしてください。沖縄は明日天気図で見ていきますと、前線がかかってくるような予想になっていますので、雨の降り方強くなりそうです。今日はしっかりと晴れておりましたが、明日はだんだんと雨が降る天気、降り方としても強まりますので、傘が必要なレベルの雨の降り方になりそうです。そして少し注意していただきたいのが北海道となっていまして、北海道、明日も網走方面は海からの風が入ってくることによって、あまり日差しが届かない予想になっています。このため気温もあまり上がりません。道東エリアにおきましては、今日と比べるとやや気温は上がりますが、それでも寒さ感じるような体感になりそうです。体調管理などには引き続き注意をするようにしてください。そして明日のお天気なんですけれども、予報センターで特にですね、注目しているようなエリア、こちら確認していきましょう。魂のアイコンです。明日の魂のアイコンですけれども、特に注目しているポイントですけれども、やはりですね、明日は東北の天気アイコンを見てみますと、盛岡には雨アイコン、宮古にも雨アイコンを採用しています。山沿いで発生した雨雲が流れ込む可能性があるとして、こちらには雨アイコンを採用していますが、可能性としては仙台市内、そして福島市内にも流れ込んでくる可能性というのがありそうです。ですので、こちらの天気アイコンが新しい予報で雨のアイコンがつく可能性というのもありますので、こちら注意するようにしてください。また雨アイコンがつかなくともですね、雨の可能性はありそうですので、お出かけされる際には折りたたみ傘が必要になりそうです。明日の予報士コメントなどにもにわか雨の可能性がありというふうに、記載もしておりますので、外出の際はできれば折りたたみ傘をお持ちいただくと安心かと思います。はい、以上が明日にかけての天気、そして気になる天気アイコンのポイントとなってきました。また明日の空の読むポイント、こちらも確認していきましょう。全部で明日の空を読むポイントは全部で3つとなっています。東北から北陸にかけて、基本的には山沿いが中心となるんですが、平野部などにも雨雲が流れ込んでくる可能性がありますので、こちらのエリアに関しましては、雲の底に注目してください。雲の底から尻尾のように伸びるような雲が広がっていきますと、にわか雨のサインとなっています。こちらは尾流雲といった尻尾のように伸びるような雲ですね。特にグレー色の雲が広がっていきますと、雨が間近となる予想となっていますので、こちらに注目してみてください。また関東エリアですけれども、こちらも明日天気急変する恐れがありますので、もくもくとしたような雲が広がってこないか、特に山沿いで発生した雨雲が広がってくる可能性がありますので、山沿いでこういった雲が広がり、都市部に流れ込んでこないかに注目してください。そして沖縄エリア、沖縄エリアでは明日前線の影響を受けて雨の降り方が強まりそうです。今日や雷雨の可能性がありますので、黒っぽいような雲が近づいてこないかに注目してください。以上3点が明日の空を読むポイントになっています。そして明後日以降の天気も確認していきましょう。週間天気ですけれども、アイコンで確認していきますと、関東では13日が雨のアイコン、そして14日、15日は曇りのアイコンとなっています。それ以外のエリアでは14日以降は曇り一時晴れの天気アイコンになっています。沖縄では各エリアで雨の予想となっていまして、この先は雨が続く予想、また雨の降り方もかなり強まりそうですので、大雨などにも注意をするようにしてください。沖縄エリアは本格的な梅雨の状況ということになりそうですね。そしてまず気温も先に見ていきますと、このシーズンとしては、平年よりもやや低い気温とはなっていますけれども、日中日差しが届くと少し汗ばむような体感になりますので、注意をしてください。
暑さ対策、そして沖縄は特にですね、湿った空気も流れ込んでいきますので、日差しがなくても熱中症、そして、食べ物の管理とかですね、こういったところに注意が必要になりそうです。詳しく天気図で見ていきましょう。基本的にはこの先1週間は高気圧に覆われる日が多くなります。14日、15日、16日、17日、18日基本的には高気圧圏内というところ、そして南岸には前線が沖縄付近で停滞するような形が続いていきます。ただしですね、地上付近はこういった状況でも上空の場があまり良くないという形になっていまして、まず上空の寒気の様子を見ていきましょう。こちら500ヘクトパスカル、だいたい上空5000メートルから5500メートルの高さの気温となっています。この先1週間ほど北海道には冷たい空気が流れ込みやすいような状況が続きます。北海道ではマイナス18度の寒気が13日、14日、15日と流れ込みやすいような状況が続きますし、東北などにもマイナス15度の寒気が流れ込むような状況です。地上との上空との気温差、だいたい40度ほど離れると大気の状態が不安定となっていくと言われているんですけれども、だいたい東北などでは25度前後、関東でも28度前後まで気温が上がりますと大気の状態が不安定となりやすく、特に山沿い中心に雨雲が発生しやすいという状況になっていきそうです。この寒気あまり抜けていきません。16日頃まではマイナス15度の寒気が東北あたりにまだ残ってしまうような状況、18日になりますとだんだんとこの寒気も抜けていくような状況になりそうです。これを踏まえて今度はですね、全12時間の降水を重ね合わせたものを見ていきたいと思います。こちら天気図に降水を重ねたものになっています。全12時間の降水を重ねるとこのようになっていきまして、13日などはこの小さな高気圧のセルの間を湿った空気が流れ込むため、関東では雨雲が広がる可能性がありそうです。そして14日こちらもそうですね、関東で雨アイコンがついているのはこの雨を表現したものとなっています。15日も、いくつかのモデルに関しましては雨が降る可能性ありということなんですが、まだモデルのブレ幅があるため今のところ関東は曇りのアイコンになっています。そして16日、こちらは比較的晴れるところは多いですが、北海道に、上空寒気を持った寒冷渦が近づいてきますので、雲が広がりやすく内陸中心に雨の天気となりそうです。そして17日、こちら17日ですけれども、こちらも北日本中心に天気が崩れる予想。西から東日本は内陸山沿いで雨雲が発生する可能性はありますが、晴れるところが多くなりそうです。18日、こちらかなり気象モデルのブレ幅が大きいような状況ですけれども、この東シナ海に進んでくる低気圧の位置、各気象モデルで違っていまして、悪めのモデルになりますと低気圧の位置がこの辺りになって、雨雲がそれに伴って西日本を広がるという可能性がありそうです。かなりブレ幅が大きいですので、18日は特に天気変わる可能性がありそうです。この土日にお出かけ予定されている方はこまめに最新の天気確認するようにしてください。はい、ですのでこの先1週間かなり天気のアイコンとしても変わる可能性がありますので注意していただければと思います。簡単に言いますと、北日本から西日本にかけては内陸山沿いを中心に天気が変わりやすい、天気急変に注意が必要、そして沖縄エリアにおきましては梅雨前線の影響を受けやすく、雨の降り方が強まり大雨につながる恐れもありますので、雨の降り方に注意と、この2つのポイントになっています。そして、今日15時にですね、台風も発生しておりますので台風の情報も確認していきたいと思います。こちらが21時の最新の情報となっています。現在台風2号が発生しているんですが、南シナ海、フィリピンの西の海上ですね、こちらに発生しています。結論から言いますと、日本に直接的に影響はありません。日本にこの台風がやってくるということはないんですけれども、この台風周辺の湿った空気というのが梅雨前線に流れ込むことで前線の活動が活発化し、雨雲が発達しやすくなり雨の降り方が強まるような状況になる恐れがありそうです。ですので沖縄エリアの方はこの影響を間接的に受けるということになりますので、雨の降り方は注意するようにしてください。
この台風の動向ですけれども、現在は中心付近の最大風速が18メートル、そして北に時速20キロのスピードで進んでいるような状況です。13日頃になりますと中国河南に進んでいくような予想になっています。上陸していきますとだんだんと弱まるような形になっていきまして熱帯低気圧になるという形ですね。またこの中国方面に渡航される予定のある方は最新の情報を確認するようにしてください。以上、予報センターから最新の天気、そして明日の天気、週間天気、台風の情報もお伝えしていきました。ここからは皆さんからいただいたリポート、動画などを紹介していきたいと思います。
こんばんは。日付変わって6月12日月曜日になりました。はい、引き続き、ソライブナイトをお送りしたいと思います。いやー、最新の天気ね、気になってずっと見てはいるんですけど、順調に雨雲が南下してきてますね。今もう東京の真ん中ぐらいまで雨雲がかかっておりますね。はい、もう僕の家族もすっかり就寝してしまってですね、誰も連絡が取れない状況にありますのでもう気が気ではないですけれども、はい、さあ、大田区まだ降ってないな、うん、いい情報ですね。大田区もうほぼ隣ですからね。大田区が降ったらもう時間の問題ですね、うちもさあ、ということでここからの時間、まずは今の天気を皆さんにお聞きしていく時間でございます。さあ、窓を開けて、今の天気を確認してみてください。特に、東京都の方そうですね、西部はもうがっつり降ってそうなので東部が気になりますけど日の市土砂降り、ああそうですよね、やっぱりこれ間違いないな、うん、あー武蔵村山サーレベル、あー埼玉も降ってますよね、新座、うんうんうん、まったな。あー東京北部はまだ OK、 え、そうなんだ、ちょっと待ってくださいね。あれ、ニコ生のコメントが、ニコ生のコメントが固まっちゃいました、ね、はい、うん、このパソコンがまた、悪口チャンスじゃねえよあの流れてるのは読めますから、ね、あの米ビューが固まっただけです悪口書いたら流れちゃうんですから、シューって、はい、さあ、まあ、 あの晴れと曇りのところは多いとは思うんですけれども、あ、戻ってまいりました。全部見えておりますよ、はい、さあ皆さん天気を確認していただけましたか。それでは締め切っていきたいと思います。5秒前です。4、3、2、1、終了です。ピン。さあ、それでは見ていきましょう、どうぞ。お、雨すっげえ増えてるんだけど、ちょっとマップ見ていきましょう。わあ、やっぱ関東すごいですね。あと網走のあたりもね来てますね。よいしょ。いやー、そうっすか。網走も明日もあのなんか冷たい風がね北東から入ってちょっと曇りやすいっていう話でしたけれども、はい、おっと礼文島晴れてますね、うん、はい、皆さんご報告ありがとうございます。さあ、それではここからはこちらのコーナーですね。おやすみキャッチ、また出ないまた出ない、もう一回じゃないですよ、なんで止めてんだよ。おやすみキャッチ用意しといてください。
本当に恥ずかしい、はい、さあ何年やってんだよ。本当そうだよ、8年ぐらいやってんだな。さあそれでは今週のお休みに添えるキャッチ8本連続あ間違えた7本連続で見ていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。お休みに添える一言をお送りしていきます。今日はですね、いろいろありまして、始まりがですね、森田さんが何々何々スーパー銭湯って言ったんですよ。それが私はスーパー銭湯と聞こえたのでそこからです。はい、スーパー銭湯、スーパー銭湯、一緒ですね発音、です。違うじゃん。こちらにさせていただきたいなと思います。では行きましょう。お休み前にスーパー銭湯。おやすみなさい。ちょっとよくわかんないね。おやすみなさい、はい、おやすみキャッチ。はい、おやすみに添えるキャッチをご紹介してお別れしたいと思います。いや今日は月刊空の話ですごく盛り上がったな。マッスルモンスター高くて高くて楽しかったな。空が高い高い。おやすみ。それでは最後のコーナーに行きましょう。おやすみキャッチです。お休みに添えるキャッチをご紹介してお別れしたいと思います。あやちは気球に乗ってハワイに行きたいって言ってたな。私もヨーロッパとか行きたいけど、今すごく行きたいのはここ角島大橋に行きたい。行ってらっしゃい、おやすみなさい。おやすみキャッチ。お休みに添える夜のキャッチをご紹介します。もう広い範囲で雨のシーズンとなりました。今日は防水ズボンを作ったけど、日頃からは使えなさそうだから、明日新しい長靴買いに行こう。ピンクがいいな。おやすみ。今ね、女性おしゃれな長靴多いもんね。最後はおやすみキャッチです。おやすみに添える一言お送りしていきます。今日ホタルについて見ていきました。なのでこちらになります。はい、なんだあれ、ちょっと光ってます。うわ、なんだあれ、ミニマムーン、満月じゃないんですけど、とホタルでいきたいと思います。なんかバージョンアップしてる。ホタルにしか見えないですね。ではいきましょう。ホタルーん。おやすみなさい。なんだそれ。おやすみなさい。ホタルーん。おやすみキャッチ。おやすみに添えるキャッチフレーズご紹介していきたいと思います。さあ今日は久々の、ちょっと久々のムーン担当させていただきまして、週末こちらのコーナーをお届けしていきました。お出かけした気分。今日は結構あれですね、海を渡ったり泳いだり海を攻め、そして田んぼでの田植え、皆さん腰が、あ、いたた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 ってなってましたね。そんな皆さんの体をほぐしてあげる。おやすみなさい。ゆっくり休んでね。もう田植えとかできる気がしないな俺な。それでは最後のコーナー、おやすみキャッチ。おやすみに添える夜のキャッチをご紹介していきます。まあ、今日はですね、みんなでお出かけした気分のコーナーで、みんな大好きな2人組を作ると、ペアを作るというね、そんなカップリングに成功しました。
ということで、やっぱ2人で出かけると楽しいよね。2人の思い出プライスレス。おやすみなさい。いい夢見てね。あれ、あのイラストって、あの大気が不安定じゃんっていうやつだったっけ。あのなんか頭の上にアイスかき氷かなんか乗ってるってやつ ね、 そうですね。何気に、うん、何気に押してきてますね、あのキャラを。そう、大気の状態が不安定ちゃんか。ああ、不安定ちゃんの別バージョンなの。はい。さあ、ということで、おやすみキャッチをご覧いただきました。ありがとうございます。缶バッジにしてほしいんじゃない。そうかもしれないですね、はい。さてさて、ここからが日曜ナイトの本気です。はい、こちらのコーナー、おい、準備しとけよ。次のコーナー行くよ。よし、はい。さあ、それでは参りましょう。こちらのコーナーです。ソライブ24名場面、名場面。あれあれ出ませんか。はい、あ、ちょっとお忙しいみたいですね。はい、それでは参りましょう。ソライブ24名場面、名場面。はい、さあ、ということで、今日は11本の生たちが届いております。はい、あ、なるほど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 。よし、じゃあ行きましょう。まずは6月5日月曜日のモーニングから届いております。はい、いきなりの四天王でちょっとびっくりしましたけども、はい、それでは参りましょう。どうぞ。長野県安曇野市ウエスポンさんよりいただきました。ありがとうございます。みなっち、皆さんおはようございます。今日はロゴということでアマゾンとコラボした暖房をスタンプしました。これは四つ葉とという漫画に出てくるキャラクターで、ぼっこちゃんではないですよ。みなっち、皆さん良い一日もお過ごしくださいといただきました。あ、ぼっこちゃん、ぼっこちゃんが、ぼっこちゃん、これぼっこちゃんなんですか。違うよ、違うよ、ばって書いてある。やめてくださいよ、それは。え、ばしちゃん。なんだろう、名前なんだろう、何にしようかな。じゃあ、ね、ばしが作った、ばだから、マイクラのおもちゃですよ。あ、筋肉ムキムキ、シックスパックです。ここですよね、割れてるんですよね。バキンニ君、バキバキンニ君、バキバキンニ君、バキバキンニ君。じゃあ、これはマイエクラフトっていうコーナーでやったんです。バキバキンニ君ですね、この子は、うん、バキバキンニ君に決定。キラーン。じゃあ、バキバキンニ君、キラーン。アマゾンのは、ダンボボッコちゃん、バキバキンニ君。何やってんだ朝から。ありがとうございます。もう、まあ、朝からのテンション出せるっていうのは、まあ、ある意味すごい才能だと思います。はい。あれ、何のコーナーだったんだろうね。空に、あ、空スタね、空にスタンプのコーナーでしたか。はい、さあ、それでは気を取り直していきましょう。6月5日月曜のムーンから届いております。それではご覧ください、どうぞ。予報フィードバックもね、これからもぜひとも皆さん参加していただきたいなと思います。トミちゃんさん、どうもありがとうございました。はい、ということで、ボコちゃんにこちらお帰りメールの返信を読んでもらいました。ボコちゃん、どうもありがとうね。お、また明日ね。
キヨネさん。ガクってなっちゃった。キヨネさん、そうですね。明日私番組ないけれども、またね。はい。面白いですね。名前難しいよね。私2コマ。漢字で入れちゃったんだね。ね、今度からちょっといろんな方にキヨネさんでね、キーヤンとかって言われそうですが、あだ名が増えていきます。キヨネさんね、ああ普通読まないもんね。普通の読み方じゃないもんね。あれでさやねとはね。うん。ああ名前どう読むのかっていう話はありますね。アテンジみたいな、ね、方はもう無理でしょうけど、ね、森田さんは読めるのかな。キヨテルだよね。うん、僕の漢字は絶対読めないですよね。僕も当て字なのでね、畠山もさやかで確かあの清いって字を入れてるので、うん、難しいね。あ清てるやっぱ読めないかもしれない、うんね、寝頃たけしは武士の武に志ですからね。寝頃武士さんになりそうですね。名前シリーズあるかもしれないですね。ちょっとムーン、あれムーンですよね、あのコーナーってね。ムーン担当してみたくなってきますね。あれがあるとね、はい、僕の名前はまず 100% 読めないですからね、普通に、はい、さあそれでは続いていきましょうか。続いては、6月5日月曜日のムーンから届いております。それではご覧ください、どうぞ。だって今まではだってね、晴れ時々曇りっていうのを晴れにしとけば点数が何パーセント上がるぞっていうのはもうほぼ、ね、あのデータとして出てきて、それが予報センターの血肉になった、学習するというか血肉になったということですから、今後常にこうねプラス数パーセントというのがこれ当たり前になってきたという。数パーセントですか。5パーセントぐらい。スーパー銭湯じゃないスーパー銭湯じゃないね、スーパー銭湯、まあ、5% って言ってください。まあまあまあ、さやでさんはね、スーパー銭湯に行って風呂上がりに一杯キューっていうのが好きかもしらんけども、何がどうしたの、そのパーシーは後でね。普通ね、この文脈の中でスーパー銭湯が出てくるのがおかしいと思うんですけどねすいません、あれ何だろうと思ってしまったら、パーセンテージですね、はい、5% って言ってください。スーって言ったから良くなかったですね。 5% 上がってるのがこうねそうだよ、どう考えても文脈的におかしいよ、うん、そう聞こえてもね、えあれってなるでしょう、普通はね。いや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 、しかしなんでそう聞こえちゃうの一回噛み砕いて、あの耳から入った情報はね、うん、あのえっていう前に、はい、さあそれでは本日4本目の作品に参りましょう。6月6日火曜日のコーヒータイムから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。この後クロストークいきたいと思います。あかねんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうしたんですか、急にカメラを何が始まるんですか。あかねん、はい、なんか喋ってていいよ。あのこの後よろしくお願いします。ちょっと気になるな、何ですか。あれ、これどうやってピント合わせるんだろう。何何、あれ、なんか気にしない方がいいですか、これ。いやでもダメだ、赤でねピントがいかないわ、ちょっと待ってね。いなくなったんですけど
はい、そうね、この後14時からですね、ストライブアフタヌーンになります。3時間です。17時までよろしくお願いします。なんかピンといかないな。ピンといかない。押してもね、なんかね、ピントが来ない、はい、あ、なんか難しいみたいですね。あ、赤ね。あ、はいはい。かわいい、いや、かわいかった今。もう一回お願いしてもいい？あ、かわいい、すごい感じ。あ、ちょっと邪魔かな。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いいね。これ何、大丈夫ですかね。困ってるよね。ごめん、ごめん、戻るね。うん。あ、でもいいかもしれない。じゃあな。はい、ということで、タイトルが何かなと思ったらカメラマンになってたってことだったですね。はい、さあ、あ、マーゴトルおばちゃんみたいで、はい、さあ、それでは続いて参りましょう。本日5本目になります、6月6日火曜日のナイトから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。PS 電車の中で一度幽霊さんとお会いしたことがありますが、その時はそんなに怖さは感じませんでした。お昼でしたしね、といただきました。本当に見たことあるんですね。え、何？でも昼だったからそんなに。え、何？怖い。何？いやもうこういうのやめて。え、怖い。なんかスタッフさんめっちゃ言ってる。え、何ですか、何ですか、何ですか。何怖い。びっくりした。何かと思った。びっくりした。私か、私だったのか。全然分かんなかった。あ、本当だ、書いてある。なんだこの悪意のある感じは。やっぱ人間怖いですね。もう何するか分かんないから。あ、そうね、人間が一番怖いって言うよね。昔そうですね、あの666ってね、流行りましたよね、ダミアンね。あ、もうね、僕ね、そういうの本当に苦手なんで。まあ次行きましょう。はい、さあ、それでは続いて6月7日水曜日のムーンから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。さあ、それでは今日はですね、はい、東京学芸大学から、そして子ども未来研究所から、はい、ということで、まずは、東京学芸大学准教授正木先生とごめんなさい、本当ごめんなさい、高井先生お呼びします。はい、それではどうぞ。噛んじゃった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。准教、はい、すみません、ちょっとあの噛んでしまいましたけれども、准教授って言いにくいですよね。はい、そうですよね。はい、初登場だった。正木先生と高井先生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、去年あの芸人コンビってコメントはやめなさい。お世話になりまして、ありがとうございます。言えないこともないけど、全く違いますよ。去年の素材ってなんか嫌な声が聞こえてきたな。すいませんね、本当に申し訳ないです。あれだけ言ってたのに、はい、あの素材が出ませんけれども、去年のソラハクでもブースを出していただいてまして、はい、あれはなんて言えばいいんですかね、そのブースは。そうですね、あのテーマはSTEM 教育っていうものを、はい、取り上げさせていただいていて、はい、その中でもですね、みんなで風車を作ろうっていうコンテンツをやらせていただいたんですね、はい、
やっぱ学校にいて楽しいのはやっぱ友達と何か一緒に考えたり、うん、遊んだりすることによってこう学びが広がっていくと思うんですけども、うん、とかくやっぱこう教科書に書いてあることをひたすらこう、うん、知識として、得なきゃいけない、うん、そういうプレッシャーと、あとまあ日本はあのテストっていうかね、試験っていう考え方がすごくこう、はい、なんていうのかな、気分をそぎますよね。本来試すっていうのは、まあすでに点数がつくんでね、それはまあ評価しなきゃいけないみたいなと思うんですけども、はい、本来はそのテストする、はい、自分の考えが本当にこう、まあ、正しいというか、うん、ちゃんとこう正解に近づいているかどうかっていうことを試す機会なのに、うん、なんか1回も試してね、点数つけられて、はい、もう君は何点だみたいな、うん、まあ、そういう、こう相対的な評価ではなくて、自分が楽しいなっていうふうに思ってることがどれだけ本当世の中を仕組みとして正しいんだろうかみたいなところの、やっぱりこう好奇心みたいなものを評価してくれない限りは、そのテストの点数だけで、ね、あなたは理解力がありますとか、そういうことじゃないような気がするんですよ。はい、ということで東京学芸大学からのゲストということでね、いきなりあの僕の髪から入ってしまって、もうあーと思いましたけども、あのこれからそのまあ、去年の空白もそうですし、まあ、今年も空白も含めてですね、ちょっと一緒にコラボレーションして、やっていこうかなっていう思っているお仲間です、はい、正木先生と高橋マイク先生、ね、お二人に登場いただきました、はい、そう、あの高橋先生がお名前がマイクっていう珍しいお名前で、いつもあのマイク先生マイク先生っていうふうに呼んでるんですけれども、純日本人です、はい、結構あの話すごいあの深くて面白いんですよ。あのこの番組終わった後も2時間ぐらいこうその教育論であるとか、これからその僕らができることとかね、あのいろいろお話させていただきまして、またあのこれからもね、いろいろゲストに出ていただいたりとか、あとはコンテンツ的にねコラボレーションしていきたいなというふうに思っております。はい、お今の冒頭だけで面白そうだった。いや時間がちょっと短かったんでね、25分ぐらいしか、あ20分ぐらいかな、賞味だったんで、今度もう少しね、長い時間お話できたらなというふうに思います。うん、さあそれでは続いていきましょう。6月8日木曜日のサンシャインから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。今日は雲の隙間はということで皆さんにお願いしておりましたので、早速ご紹介していきたいと思います。まずは沖縄県横浜市の沖縄の横浜って言いましたね。違います、失礼いたしました。じゃあ、違いました、沖縄県の那覇市です。トントカイムさんからいただきました。ありがとうございます。何がどうしちゃったの。雲の隙間はですが、ちょっと隙間が少ない。なんかいろんなものが、ま、混ざってしまいましたね。はい、失礼しました、はい、さあ本日の8本目ですね、はい、6月9日金曜日のイブニングから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。イブニングで、あーそりゃあね、松雪が旗振ったらみんなするよね。
反対音がないのもまたいいですね。もうね、もうリアルタイムじゃないのにもかかわらず、ニコ生の弾幕っていうのも本当にね、本当に無駄なことをしてるよ。本人見てないからね、これはね。いやー、まあでもあれはちょっと気持ちもわかるね。うん。なんか独特のこうあるよね。なんかその全て計算だと分かっていても、うん、計算だと分かってても騙されてみようかみたいなところはあるよね。分かります。はい、さあそれでは続いてまいりましょう。本日9本目になります。6月9日金曜日のムーンから届いております。それではまいりましょう。どうぞ。では続いてキンキいきましょう。はい、こちらの方も基本的には晴れベースなんですけれども、まあ、上層の雲広がりやすいかなといったところで小さな曇りアイコン出していたような状況です。皆さんありがとうございました。では続いてお次です。中国四国エリア、こちらもコピペじゃない。さっきからコピペですねとかってコメントをずっと見てて。まあ、パッと見コピペですよね。違います。でも一つにこうやっぱり一つ一つこ気持ちがこもってますからね。はい、こちらも近畿とほとんど同様ですので、はい、まあ、こっちの方も小さな曇りアイコンがいるかどうかっていうところになるかなと思います。はい、私が動揺してますね。一回もコピペなんかしたことないからね、天気においで。うん。びっくりしましたね。なんで言っちゃうんだろうね、先にね。一回飲み込んで、喋、る前に。さあそれでは本日10本目参りましょうか。6月10日土曜日のモーニングから届いております。それでは参りましょう。どうぞ。では今日のラインナップ見ていきましょう。終わったものには墨とつけてあります。ソライブモーニングのラインナップです。1番お口の大蔵天気、今日も早く言うことができました。3番 KTP 今朝のトレンドピックアップ、超歌舞伎震度4ロック川柳の3つを見ていきました。4番みんなで空に、あ7じゃない、4番あこちらですね、あーって言っちゃった。ちょっとヤンキー的なあーじゃないですよ、外人的な反応してしまったんですよ。外人じゃないでしょ。怖くない、あんだこらのそっちじゃない、そっちじゃない。外人的なね、あみたいな感じですね。はい、怖くない方です、ヤンキーじゃないです。はい、ではよ、やばい、ヤンキーが増えてきた。元ヤンが増えてきましたよね。えもうほんとね、もうそのね、はとかあとかいうのはよした方がいいですよね。ネゴとかよく言うんですよ。僕がね、お仕事お願いしようとすると、はってはって言うんですよね。リーダーに対してはって言うんですよ。本当ね、あれはね、心折れそうになるんでね、やめていただきたい。そう、もう多分ネゴはね、もう上下とか関係なく言ってますね、はって。
そうね、あの後輩にも言ってそうですからね。もう毎回それで指導するんですけどね、僕もね。はい、さあそれでは次行きましょう。本日ラストになります。6月10日土曜日のアフタヌーンから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。明日の天気何秒尺くじ日というわけで、今からくじを引いて天気できるか秒を開きたいと思います。じゃあこれ、はい、じゃあ何秒かな。10秒、短い。はい、では行きたいと思います。では明日の全国の天気です。北日本は曇りがちな天気となりそうです。九州エリアは朝は雨に注意が必要となりそうです。道路冠水にも注意してください。この辺は晴れです。大丈夫これ。以上、全国のお天気、明日の天気見てきました。この辺ねえ、いやーこれ全部この尺にきっちりと収めるっていうのは、やっぱその地上波ではね、絶対的に必要なスキルですからね。うん、まあ10秒でも過去あるかもしれないね。その数秒しかもう天気の尺がないですっていう風に追い詰められる時ってね。今度はあの有名予報士さんたちにその会う機会があるので、またちょっとな、空白のこうお願い事とかしにいろいろ暗記をする予定なんですけれども、その時に聞いてみますよ。これまでやったその天気の中で最短の秒数、まあ、大体そのライブでやる、ね、あのニュースの中でライブでやるってことが天気多いので、最短何秒だったかっていうのをね、ちょっと聞いてみたいと思います。木田さん、木田さんってコメントがありますけどね。木田さんのところはそんな短いのはないと思いますけどね。吉野さんは10秒あれば、まああのね、7エリアのアップデートぐらいは全部入れられそうですよね。1エリア1秒ごとで締め込めつけてみたいなね。吉野はいけそうだっていう話ですね。はい、いやいけると思いますよ。有名の方の森田さんは無理だと思いますね。1エリアも入らないと思いますね、逆にね。はい、さあということで、本日の名場面は以上となります。ありがとうございます。さあ大賞決めていきましょうか。今日もなんだかんだ言って結構いい作品が多かったんですよね。でちょっと振り返っていきますね。まず1本目は、ホクホク星人の新しい仲間ということで、ムキムキングでしたっけ、何でしたっけあれ、